どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。マリサ、最近、私はあることを知ったんだよ。お、何を知ったんだ？それはね、TikTok で予言が行われているということなんだよ。なんだよ、そんなことを今更知ったのか。うん、もう少し驚いてくれると思ったのに。いや、SNS 上で予言が行われていることは、決して珍しいことではないぜ。そうだったのね。私が気づいたことは、大した内容ではなかったのね。まあまあ、そんなに気を落とすなよ。SNS 上の予言の中には、的中しているものがあることは事実だぜ。そうなの。それじゃあ、今回は TikTok で話題になった、未来人2582の予言について解説していくぜ。楽しみすぎるよ。それじゃあ、早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずは、未来人2582について解説していくぜ。確かに予言者がどんな人物なのか気になるわ。未来人2582とは、TikTok 上に出現した、未来人を自称する人物なんだ。また、未来人2582は、2582年からやってきたタイムトラベラーだ、と語っているんだぜ。その他に、何か未来人2582に関する情報は分かってないの？予言はいろいろと残しているけど、未来人2582に関する情報は分かってないな。まさに謎の予言者って感じだね。それで、未来人2582はどんな予言を残しているの？そうだな、いろいろとあるけど、一番有名なのはこの予言だな。2026年6月6日、世界は3日間の闇に包まれ、恐怖の時代が到来する。世界が3日間の闇に包まれるって、どんな世界なんだろうね？どうだろうな、ネット上では予言の日に起こる騒動について、2007年に公開された、アメリカの映画のミストのような、出来事だと考えられているな。ミストって確か、霧に包まれる映画だよね？そうだぜ、ミストはスティーブン・キングの1980年の中編小説、霧を原作とした、2007年のアメリカ合衆国の SF ホラー映画だな。また、監督、脚本はフランク・ダラボン氏であり、過去にキング原作の、ショーシャンクの空やグリーンマイルなどを手掛けているぜ。当時は話題になったからね。でも、結末がちょっと特殊だった記憶があるわ。確かに結末は特殊だったな。まあ、映画の詳しい内容は実際に見てくれよな。確かにそうね。それで、話を進めるけど、未来人2582は、先ほどの闇の世界の予言にあった、闇の世界における対策を SNS で発信しているぜ。対策を発信してくれているの？そうだぜ、具体的に言うと次の内容だな。1、家の入り口をすべて閉じて固定し、すべての照明を消し、決して窓の外を見ないように。2、ろうそく以外の人工照明を使ってはならない。3、暗闇が終わるまで、窓やドアがノックされても応答せず。常に沈黙を守るように。4、家の外で誰かと交流しないように。5、外から聞こえる音が何なのかを確かめようとしないように。6、外から漏れる明かりを調べたりしないように。7、もし、あなたが家の中、もしくは視界の隅に得体の知れない何かの影を見たとしても、深く考えないように。未来人2582がいろいろな対策を語っているけど、何に対する対策なのか、わからないから何とも言えないね。確かにそうだな。でも、未来人2582が言っている対策を順番に読み取っていくと、次の内容がわかると思うぜ。ほうほう、どんな内容なの？まず、闇の世界が訪れた際に、人々は決して外に出てはいけないことは間違いないぜ。確かに対策で、ノックされても応対してはいけないって言ってるしね。つまり、何者かが自宅を訪ねてきても、家の中で息を凝らして、じっとしておく必要があるということになるぜ。確かに、対策から読み取れる内容はそうだね。でも、闇の世界が広がっている時に、一体誰が訪ねてくるんだろうね？それはわからないな。また、この予言に対してはネット上ではいろいろな考察がされているけど、はっきりしたことはわかっていないぜ。なるほどね。でも、この予言の日付が2026年6月6日と予言されているから、近い将来に何かが起こることは間違いなさそうだよ。それで、未来人2582は、この予言以外でどんな予言をしているの？2021年に、巨大トルネードが発生する。2021年ってことは、もうすでに過ぎているけど、予言は本当だったの？見事に的中しているぜ。具体的に言うと、2021年12月10日から11日未明にかけて、アメリカ南部、中西部8州で、50以上の竜巻が発生するといった天災が起きているぜ。さらに竜巻のうちの一つは、アーカンソー州からケンタッキー州にかけて、400km 以上の範囲で被害を出すという、過去最大級の竜巻が発生しているんだ。未来人2582の予言が的中しているわね。それで、他の予言はどんな感じなの？その他には、未来人2582はこんな予言をしているんだぜ。2021年に、カリフォルニアで巨大地震が発生する。
え、巨大地震。しかもカリフォルニアで。そうだぜ、未来人2582は、2021年にカリフォルニアで巨大地震が発生すると、予言していたけど、実際は意見が分かれる結果となっているんだ。意見が分かれる結果って、どういうことなの？それは予言通り、カリフォルニアで地震が発生しているんだ。だけど、予言の内容では巨大地震だったので、若干予言の内容から外れているんだぜ。つまり、予言通り地震は発生したけど、巨大地震ではなかったってことだね。そういうことだぜ。また、未来人2582は、カリフォルニアの巨大地震に伴う巨大津波が、カリフォルニア沿岸部を襲うと予言していたんだぜ。じゃあ、半分予言が当たって、半分予言が外れたってことになるのね。でも、地震が発生することをあらかじめ予言できたことは、すごいと思うわ。確かにそうだけど、ある方法を駆使すれば、誰でも似たような予言ができるんだぜ。え、そうなの？その方法って？それは未来人2582の予言をすべて解説してから話していくので、今は少し待ってくれ。了解。それで、他の予言はどんな感じなの？次の予言の内容はこれだぜ。2022年後半に、コロコロが収束する。この予言に関しては外れているわね。そうだな、現在もコロコロに関する問題が完全に解決したとは言えないからな。ただし、2022年になってから、経済に変化が訪れ出したことは間違いないな。確かにね、感染者は出ているけど、以前ほどの状態ではない感じだね。そうだな、ゴールデンウィークなどは、特に規制が行われたわけではないからな。ただ、未来人2582の予言の内容は、コロコロウイルスが完全に収束する内容の、予言だと言われているので、そのことから考えると予言は外れているな。確かに受け取り方次第だけど、予言が外れているとする考えが、大多数を占めることは間違いないだろうね。それで、次の予言はこれだぜ。2023年に、月面基地建設が始まる。この予言はまだ、的中するかわからないわね。そうだな、ただ現在の世界情勢を考えると、2023年に月面基地建設が、始まるとは思えないけどな。そうだね、現在の世界情勢で一番の問題は、ウクライナに関することだしね。そうだよな、だけど、もしかすると2023年に月面基地建設が、始まるかもしれないので、2023年に予言が的中するのか期待したいな。私は断じて、2023年に月面基地が建設されることはないと思っているわ。まあ、おそらくそうだろうな。それで、ここまでの予言を振り返ってみると、未来人2582が行った予言の的中率は、低いことは間違いないぜ。確かにそうね、唯一的中させたのは、巨大竜巻に関する予言だけだったしね。そうだな、ただ、未来人2582は、一番最初に紹介した闇の世界の予言が、あまりに強烈なインパクトを残したので、有名になったと言われているんだ。最初の予言で、多くの人々からの知名度が上がったってことになるのね。じゃあ、正直なところ、未来人2582はインチキ予言者ってことなの？それに関しては何とも言えないな。だけど、興味深い予言を残していることは間違いないんだぜ。未来人2582は、今までに紹介した予言以外で興味深い予言を残しているの？残しているんだぜ。それがこの予言だな。2023年に、地球空洞説の真相が明らかになる。地球空洞説って一体何なの？地球空洞説とは、地球が中身の詰まった球体ではなく、中が空洞の球体とする、古くからの考え方だな。なるほどね。まあ、実際に地球の中身は空洞ではなく、外側から地殻、マントル、核と呼ばれる、三つの層に分かれているんだぜ。じゃあ、地球空洞説は、あくまでも空想上の話ってことになるのね。そういうことだぜ。それで、話を戻すけど、未来人2582は、2023年に地球空洞説が明らかになると予言しているんだ。なんとも言えない予言だね。一体何が明らかになるのか、予言してほしかったわ。確かにそうだな。ただ、未来人2582は、こんな予言を残しているんだ。北極の深海調査の結果、地球の謎に迫る驚異的な事実が発覚する。この予言はさっきの地球空洞説と関係がありそうな予言だね。確かにそうだな。それで、北極の深海調査を行うと、一体何がわかると考えられているの？それに関しては色々と考察がされているな。まずは、先ほどの地球空洞説に関する内容がわかると言われているぜ。ほうほう。その他には、北極の深海に、伝説の怪物が眠っていると考えられているぜ。伝説の怪物、ものすごく気になるわね。確かに気になるよな。私の頭の中では、リヴァイアさんがいると思っているんだぜ。それはないと思うよ。おいおい。それで、深海の怪物に関して、未来人2582は他に何か言っていないの？言っているぜ。具体的に言うと、2023年に北極の深海を調査していた科学者たちが、
巨大な穴を発見することになるんだ。穴、なんだかヤバそうな感じがするわね。それで、その穴の内部の音を録音すると、怪物の鳴き声が録音されていたんだ。だけど、科学者たちはこの内容を世間に発表してしまうと、パニックに陥る可能性が高いと考えて、内密にすることにしたんだ。別に内密にしなくてもいいと思うけどね。まあ、そこは何とも言えないけどな。でも、マリサ、予言とかを一旦なしで考えてほしいんだけど、海に怪物っているの？どうだろうな。ただ、間違いなく言えることは、現在の段階では、海にリバイアさんみたいな怪物はいないぜ。まあ、いたらニュースになるだろうしね。だけど、海に関することはほとんどわかっていないんだ。それは聞いたことがあるわね。でも、どれくらいわかっていないの？一般的には、海の 90% がわかっていないと考えられているんだ。90%、ほぼ全てがわかっていないじゃないの。そうだぜ。だから、ある日突然海に怪物が、住んでいても別に不思議ではないんだ。まあ、90% わかっていないなら、怪物が1匹や2匹いてもおかしくないわね。それで、未来人2582は、他にどんな予言を残しているの？いろいろとあるので、一気に予言を紹介していくぜ。2022年に、エイリアンと地球人との最初のコンタクトがある。2024年に、ドバイに超大型砂嵐が襲来する。2024年に、人類が火星の有人探査に成功する。2025年に、太陽嵐のせいで地球上がブラックアウトする。2026年に、過去や未来を撮影できる写真機が開発される。2030年に、地球上の多くの生物種が絶滅する状況に陥る。2051年に、第三次世界大戦が勃発する。2060年に、宇宙空間におけるワープ工法が実現する。2095年に、フランスに小惑星が激突する。このような予言が残されているぜ。どの予言も何とも言えない感じね。そうだな、いろいろな予言がされているけど、一番気になるのは、2022年にエイリアンと最初のコンタクトがあるとする予言だな。確かにそれは気になるわね。それで、エイリアンとコンタクトを行う可能性はあるの？現在のところエイリアンから人類に対して、明確なコンタクトは今のところないな。仮にコンタクトがあったら、とんでもないニュースだもんね。確かにな、だけど、メキシコなどを中心に、UFO と思われる飛行物体が飛んでいるところは、何度も撮影されているんだぜ。確かにそんな感じの映像は見たことがあるよ。だから、未来人2582の予言を全て否定することはできないけど、今の世界はエイリアンどころではないからな。確かに、国際問題はいろいろとあるしね。それで、私がもう一つ気になった予言は、2025年に地球が、ブラックアウトしてしまうという予言だね。そうだな。確かに気になる予言だな。それでさ、そもそもブラックアウトって一体何なの？一般的には、地球に太陽の光が届かなくなってしまい、真っ暗になる状態だな。ほうほう。ただ、このブラックアウトに関しては、NASA が過去に警鐘を鳴らしたことがあるんだ。え、NASA が警鐘を鳴らしていたの？具体的に言うと、2016年に NASA のチャールズ・ボルデン氏は、ホワイトハウスに向けて、ブラックアウトに関する資料を送っているんだぜ。2016年にそんなことが起きていたんだね。全く知らなかったわ。それで、ブラックアウトは本当に起きたの？いや、ブラックアウトは起きなかったな。実はこのブラックアウトに関する話は、2016年の一定期間内に、金星と木星の距離がものすごく接近することで、ブラックアウトが発生すると考えられていたんだぜ。ほうほう、でも、結局、ブラックアウトは起きなかったわけね。そうだぜ、さらにさっきの NASA の情報は、ネット上で勝手に捏造された内容だったんだ。何よそれ、私を騙したわね。落ち着いてくれ霊夢。ただ、仮に現実の世界でブラックアウトが起きてしまうと、とんでもないことになるんだ。え、そうなの？ただ、真っ暗なだけでしょ。電気をつければいいじゃないのよ。いや、そんな問題じゃ済まないぜ。具体的に言うと、一部の発電ができなくなってしまうので、電気が思うようにつかなくなるし、太陽の熱が届かないので、外気がものすごく寒くなってしまうんだぜ。想像しただけでやばい世界ね。それで、話を進めるけど、2025年の予言がどうなってしまうのか、非常に気になるところだな。ブラックアウトだけは勘弁してほしいわ。それでは、お待ちかねの話をしていこう。誰でも予言をできる方法だね。そうだぜ。そんな方法が存在するの？あくまでも SNS 上では存在するな。具体的に言うとまず、SNS 上に複数のアカウントを用意して、手当たり次第に、今後、起こりそうなことを抽象的に書き込んでいくんだぜ。それで、いくつものアカウントの中で、一番的中率が高いアカウントを残して、他のアカウントを削除するんだ。そうすれば、いくつもの予言を的中させた、SNS 上の予言者が誕生することになるんだ。なるほどね。
確かにその方法を使えば、いくらでも予言者が誕生できるわね。そうだぜ。だから、未来人2582に関しては、非常に信憑性が低い予言者だと、考えられているんだ。まあ、そう言われても仕方がないわね。それで、一番重要なのは、SNS の予言に心を支配されるのではなく、自身の考えで行動することが、一番大切だと私は思うぜ。確かにね、予言とかはあんまり信じすぎると、体に毒だしね。さて、今回は未来から来た人物の予言を解説したぜ。未来から来るのは、バックトゥーザフューチャーのマーティだけでいいよ。確かにな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。